11月11日の運野塾通信をお送りしています。アメリカ共和党は議長に合意できず、グッド。1日目ですね。共和党がうっかり国益を増進させる可能性、空席の下院議長。今日1日目ですね。マイク・ジョンソンに決まったんですけど、この記事は決まる前の記事ですね。 ホワイトハウスのあるペンシルベニア州弁通りの端から見た世界の景色はこんな感じだハマスがアメリカの最も緊密な同盟国の一つであるイスラエルを攻撃したヨーロッパでは1945年以来最大の戦争が勃発しておりウクライナはプーチンに飲み込まれないようにアメリカの支援を要求している台湾も支援を必要としているそして政府機関の閉鎖が迫っている 一方ペンシルバニア通りの反対側ではスーツ姿の男たちが誰が会議の責任者になるべきかを議論しているように見える下院共和党は2週間にわたって誰にが議長になるべきかで揉めている議会は麻痺しているタイミングの悪い自己満足だった幸いのことに猶予はあるそれは少なくとも一時的には議会が少しは機能しイスラエルとウクライナそしておそらく台湾も に対する新たな軍事支援のパッケージができることを意味する。政府は開かれたままか,かもしれない。予約すると10月3日、ケビン・マッカーシー会議長は、個人的な恨みから行動していると思われる凝った髪型の縁故政治家マッド・ゲッツ率いる共和党の小派閥によって解任された。マッカーシーが去り 10, 10年かけて共和党指導者の階段を上ってきた ルイジアナ州選出の愛想のいい下院議員スティーブ・スカリーズが運を試した彼も下院共和党議員だから拒否された要するに今ここではですねやっぱあのアーマスとイスラエルの、えーまあ、戦争それからウクライナの戦争で台湾も問題が中国との関係で問題がある。 でしかも政府機関が閉鎖になってで下院議長が決まらないというふうな状況が続いているわけですね。でまあただ議,議会がその今議長が決まらなくてもあのイスラエルとウクライナのね軍事パッケージの予算をなんとかすることができるかもしれないし政府はか閉鎖しないで。 開かれていいるということで,す、ね、でマッカーシー下議長はですね10月3日にその会員されたわけですけれどもその後のスティーブ・スカリーズ氏も拒否されたわけですね。というこの記事の時はそういうふうな状況が続いているわけですね。